スノーマン目黒蓮、海の始まり、有村架純、弥生、が見せた強さともろさ視聴者も心配、大丈夫、幸せになって。9人組グループ、スノーマンの目黒蓮が主演を務める、フジテレビ系、月9ドラマ、海の始まり、毎週月曜午9時。第3話が、今日15日に放送された。有村架純演じる百瀬弥生の複雑な立場で見せた強さと葛藤に揺れる脆さに SNS では視聴者から反響が相次いだ。今作は、主人公、月岡夏、目黒、が、大学生だった時に付き合っていた交際相手であり、別れて以来、7年もの間会うことがなかった南雲水希、古川琴音、の死をきっかけに、自分と血のつながった娘、海、泉谷聖奈、の存在を知ったことで人生が変化していく物語。第3話では、夏が恋人、弥生を連れて南雲家を訪れる。海とすっかり打ち解けた二人は海を連れて、水木の働いていた図書館へと向かう。一方その頃、海を見送った茜、大竹忍は、父、ある夏の恋人、弥生という存在の出現に、あの子、私、お母さんやりますって顔してたとやり場のない思いを吐露する。